はい。というわけで、今回からですね、シンコペーション、四分音符、八分音符、タンギング&リズムトレーニングをお送りしたいと思います。サックスのミキですけれども、今回からですね、そうですね、ジャンル問わずですね、どんな曲にも登場するシンコペーションとリズムを練習していきたいと思います。そして、シンコペーションについてはですね、ちょっと別の動画を用意してますので、そちらの方をですね、流したいと思います。シンコペーションとはというとこなんですけれどもね、拍をまたいでいくリズムって書いてます。拍をまたぐっていうのはどういうことかというとですね、ここにですね挙げてるのはシンコペーションの例なわけですけれども、例えばこれでしたらね、これタータータっていうリズムですけどね、これをちょっと書き換えるとこうなってるわけですね。タータータですね、3拍、これ、1、2、3、4ってなってるとしたら、3拍目をまたいでますよね。頭をこう通過しているというか、ここで2拍伸ばす格好になってますから、またいでるわけです。で、例えば、他代表格で言うと、たったーったっていうこうリズムですね。これもですね、書き換えると、こんな感じですかね。たったーったってなってますね。たったーったーったの8分音符4つのリズムの、真ん中2つがこう、つながってる形になってるわけです。で、こっちだったら、んたー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 っていうリズムなんですけどね。これはですね、全部裏拍に行ってるわけですよ。こんな感じで、表拍だけじゃなくて、こう、どういう点かな。裏拍にこう、アクセントが来るような、リズムとも言えるかなと思いますけれども、でそういったものを今後ですね、いろんな角度から、タンギング&リズムトレーニングみたいな感じでね、やっていこうと思います。ちなみにここリズム&トレーニングから書いちゃってるんですけど、タンギング&リズムトレーニングのことでした。失礼しました。そんな感じです。で、その時に、大事な考え方なんですけれども、こういうのをですね、理屈で考えれば考えれば難しくなるので、言葉にね、置き換えます。例えば四分音符だったら、たーってしてね。で、8分音符だったら、た。ね。だこれ、たーで、これ、2つで1拍って考えたら、だらこれは半拍ですから、たですよね。みたいな発想で、例えば、四分九分と、8分九分ってあったら、こっちは、うん、ね。こっちは、んとかね。こういうふうに言葉に置き換えて考えた方がね、取りやすいです。例えば、これでしたら、たーって、たーたーみたいな感じですね。これでしたら、たたたみたいな感じですかね。たたたたたた。こちら、たたたたたた。みたいにやると、シンコペーションね、ちょっととっつきやすくなります。そんな発想をですね、持って、今後、シンコペーションのね、課題出していきますので、どんどん練習していきましょう。はい、動画見ていただきましたでしょうか。シンコペーションというものはですね、大体イメージ、ついたかと思いますけれども、今回はですね、1から6まで6つのパターンですね。6つのパターン用意しております。1番、ですけど、まだこっちに大きく出しておきますけど、タタ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 っていうリズムですね。2番がですね、タータタの頭2つの音符を結んだ形で、タータター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 タってなってます。で、3番は、起伏、書き方が違うだけで同じリズムになっております。普天四分音符と八分音符で、タータター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 タですね。そして4番は、たたたたたたですね。という形で載せます。で、5番がですね、2個目と3つ目のリズムをこう、またいだ形になってで、たた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 ってなってます。そして、6番は同じく、起伏はちゃうんですけれども、結局同じリズムです。8分音符と普天四分音符ですね。八分音符と普天四分音符の形で、たったー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 。
みたいな感じですね。だから、またいでいくとこを、あーっていう風に言って、まあ、なんていうかな、音符の頭をたーとかね、たーとか、そんな感じで、言葉にね、置き換えて考えると、シンコペーションだいぶとっつきやすくなるかなと思います。ポイントですね、これまでと同じなんですけれども、足でタップしながら吹く、そして模範演奏を聞いて吹く、この2点ですけれども、足でタップしながら吹くのはね、結構難しいかもしれないです。ただ、まあチャレンジしてもいいかと思いますので、どんどんやってみてください。まあそのうち取れるようになってくるかなと思いますけども、足がズレズレでもリズムがしっかり吹けるみたいにね、そんな効果もあったりしますから、まあやって損はないと思います。それでは、いってらっしゃい。いかがでしたでしょうか。これまでよりもですね、ちょっと難易度が上がっておりますので、まあ慣れはいるかと思いますけれども、動画を使ってですね、何度もしつこく、練習してみてください。きっとだんだん取れるようになってくるかと思います。まあ、こんな感じでですね、シンコペーションのシリーズも続けていきたいと思っておりますので、この動画が、良いと思った方は、グッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは最後まで見ていただきありがとうございます。また会いましょう。